カプコンとマーベルコミックの人気キャラクターたちがバトルを繰り広げる対戦格闘ゲームのシリーズ最新作、マーベル VS カプコン3フェイトオブトゥーワールド。前作から約11年ぶりとなる今作にはシリーズ初参戦となるキャラクターが多数登場し、対戦を盛り上げる駆け引きの要素もパワーアップしている。今回は本作の魅力を新妻プロデューサーに語っていただきます。インタビューを敢行するのはファミ通ウェーブで格闘ゲームといったらこの人、椿彩菜ちゃん。制作過程から開発の裏話までいろいろ聞いちゃいましたよ。はい、ということで今日インタビューよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。私も本当にあのバーサーシリーズ全部大好きで、なんか今回10年ぶりじゃないですか。そうですね。なんかすごい本当に楽しみで楽しみで。そうなんですよね。結構あの間空いちゃったんですけども、今回こうやってあのマブカップシリーズということで皆さんに届けられることができて、非常にあの作ってる側もねすごい楽しかったです。あ、本当ですか。はい、あの10年ぶりということできっかけみたいなのあったんですか。そうですね、あの、まあ、10年前あのカプコンって結構ねあの格ゲーいっぱい作ってた時期があったんですけど、うん、まあ、アクションゲームの方をこう頑張って会社で作っていこうっていう時期があって、その中で、まあ、あのバイオハザードとかデビューメグライとかになったんですけど、うん、まあ、その時期がまたあって、でまたこう最近になって、じゃあやっぱりもう一回ちょっと最近になって格ゲーもう一回ちょっと作ってみないかっていう動きが会社の中であって、でその中で生まれたのが、まあ、あのストリートファイター4のシリーズであったりとか、はい、まあ、タツノコだったり、これがあの、まあ、今回のマブカップだったりですね、うん、だから会社のこう方針によってもう一回盛り上がやってみようっていうのが会社の中で盛り上がって、まあ今回の形になったという感じです、うん、だってマブカップ2とかもだって最近まで大会とかずっとやってますよね。でもそうですね、いまだに10年経っていまだにこう一戦級であのこうタイトル、何でしょう、競技タイトルみたいに選ばれるんで、うん、2010年の E3 でプレイアブル出展された今作、海外での人気は非常に高く、前作はいまだに格闘ゲーム大会の種目に選ばれるほど。いかがでした、なんか反響みたいなのは。特にやっぱりアメリカはね、あのもう本当に、うん、あのもうキャラを出してだけでもドーンと盛り上がるような感じで、 もうある意味こうそんなに頑張んなくてもこれだよって言っておーって、ね、うん、キャラ出してもすごい盛り上げてくれるんで、よかったですね。で格ゲーとしてね、あのバーサスシリーズよくぞ10年ぶりに出してくれたよみたいなのは、うん、やっぱりあのアメリカでも日本でもあとヨーロッパでも全部ありますね、うん、でもなんか今回は一応 3D に変わったじゃないですか。はい、それはまたどういう変化と言いますか。そうですね、やっぱりあのゲーム機のね性能がやっぱり昔と上がってて、うん、まあ、同じあの 2D のスプライトってあの要するに 2D のドットですね、はい、あれで表現するっていう手ももちろんあるんですけども、元がアメコミだったんで、うん、まあ、アメコミ、これアメコミが動けば一番かっこいいんじゃないかっていう風な話をしたんですよ、うんうんうん、でその表現でこうなんでしょうね、こうアメコミっぽくボン影とかデザインとかした時にやっぱりその ドットでやるよりも 3D でモデル作って、でそれで動かしたりそれにこうエフェクトをかけたりした方がすごいあの表現の幅が広がるなっていうのがあったんで、それでまあ今回は 3D モデルを使って、まあもちろんゲーム性はあのカプコンお得意のこう 2D スタイルなんですけど、まあバーサスシリーズですね、あとはね、それをベースにしてまあ作ったって感じです。 3D で表現されたキャラクターたち、陰影などがより細かに描かれ、アメコミというデザインコンセプトのもと作られた。なんか本当アメコミから飛び出てきたような感じがすごいして。そうですね、はい、あの、うん、僕らがもう狙った通りの表現で、うん、まあ、あの本当にそのアメコミらしさっていうのをゲーム全体でこう表現しようと思ったんで、うん、しかもなんか映画とかもやっぱ日本でも結構上映されてたから。そうですね、うん、ほとんどのキャラ結構ね、ウルヴァリンとかスパイダーマンとかハルクとか知ってるキャラがすごい増えて、ますます日本でも人気かなとか。そうですね、やっぱり今回やっぱり認知度っていう部分に関しても非常にあのこう気を使ってあのマーベル社との方に交渉しましたし、マーベルコミックとカプコン総勢36名のキャラクターが登場。様々なタイトルから選ばれたキャラクターたちが夢の共演を果たす、シリーズ最大の魅力ともいえる要素の一つだ。あのキャラクターの選定ってどういう風にされてるんですか。
ユーザーさんからの、ね、意見も聞いたりとか、うん、もちろんあの参考にはしてるんですけど、うん、ユーザーさんからの意見だとやっぱりどうしてもやっぱり 100% っていうのには答えられないんで、キャラクターの数だけユーザーさんね、うん、ファンがいらっしゃるん で、ね、どれを出してもやっぱりどうしても出せないキャラクターっていうのがいるので、うん、まあ、ある程度そのルール決めみたいなのはあったんですよね、うん、一番大きかったのはカプコンがそのここその出るまで10年間頑張ってきたタイトルであったり、はい、有名になったタイトルっていうの方から優先的に出そうっていうのがまずあったんですね、うん、だからあのデビルメイクライとか、そうですね、デビルメイクライとか、バイオハザードもね、あの一番新しいあの、うん、5のキャラクターのデザインだったり、ね、クリスとかね、そうですね、であとはあの、まあ、格ゲーねもうやられるんであれなんですけどバランスが ね、うん、あのやっぱりキャラクターの人気度合いだけじゃないんで、うん、マーベルさんはどちらかというと人気度合いの話をしてくるんですけど、うん、僕らは格ゲーのキャラクターとして触って面白いか、うん、もしくはあのバランスが取れるかっていうのに注力したいんで、例えばそのマーベルさんがこれすごい人気キャラクターだから使ってよって言って設定見ると時間が操れますとか書いてある、うんうんうん、これは格ゲーには無理だなとかってちょっと厳しいですね、まあ、でもカプコンさんのゲームで時間止めるゲームありましたけど ね、 ねまあまあまあ、それそういうのも ね、 ね、ただガチ格ゲーにした時に厳しいなっていうのがあるから、うん、 ね、まあ、そういったところもあったりとか、うん、あとはそのまあ、キャラタイプとかですよね、うん、あのパワータイプ、パワースピード、テクニカル、スタンダードとか、うんうんうん、まあ、いろいろあるじゃないですか、それでまあ偏らないようにするとか、うん、全部パワーキャラとかになっちゃってもねえ、やっぱそんな面白くないんで、割とこう極力散らしてでゲームとしてキャラクターとして面白いとか、うん、そういうふうなさまざまな理由があって、まあ、今回のキャラインナップになってます。いや、ヴァンパイアとかすごいあの嬉しかったですけどね、なんか本作がもう終わっちゃったというか、う、ね、人柄ついちゃったじゃないですか、はいはい、だからここでまたヴァンパイアキャラ触れるっていうのはなんか昔からのファンからしたら結構そうですね、うん、個人的に結構ヴァンパイア好きなんで、僕はもうちょっと入れたかったんですけど、うん、おーすごい、ただね、ヴァンパイアキャラクターね結構ね、うん、あのデータを食うというかメモリを食うというか、結構表現がねガチンコでやろうとすると、結構大変なあれだったりするんですよ。まあ確かにモリガンとかなんかいろんな機械になっちゃったり飛んじゃったり、いろんなコウモリ出したりとかしますもんね。変形したりするのが多かったりとか、もともとなんかあるものが違ったりとかするんで、それで 3D で作ろうとなると結構時間かかったりとか大変だったり、ただやってみて面白そうだったらちょっとあのトライしてみようかっていうのはまあありましたね、うん、あの新妻さんの結構お気に入りヴァンパイアキャラとかだと、このキャラ面白いぞとか結構思い入れがあるキャラとかいますか？キャラクターとして僕結構モリガンってキャラクター好きなんですけど、お、私も好きです、モリガン、お仕置きよみたいなね、うん、あれ結構ねやっぱキャラカプコンの中っていう意味じゃなくてもね、うん、ゲームキャラとしても、ね、本当にキャラ立ちしてるんで、うん、いやでもオリガンとかすごい愛を感じましたよ、すごい、いやもうめっちゃ直しましたよねすごい可愛く綺麗に、そう、顔のリテイクとか結構僕あの個人的にダイレクトで出したりしましたねちょっとちゃうな顔ちゃうなってことで、ちょっとあのモリガンの顔の趣味は新妻さんの趣味ってことですね。いやそう、なんかそうするとなんかいろいろ怒られそうな気もするんですけどねゲームバランスなどを考慮して選ばれたキャラクターたち、ではどのようにしてバランスは調整されたのか。新しいキャラは難しそうだなとか思うんですけど、難しいですか？そうですね、やっぱり一から考えた方が大変なキャラクターと、うん、そうでもないキャラクターとかがいたりするので、うん、あのアーサーなんかはどうやってもあれなんでまあまああれだなって、ただ、うん、まあ、あの中でゲーム性をね作っていくのはそれはそれでまあ別であるんですけど、うん、やっぱりどっちかっていうと僕の中でやっぱなんでしょうね、既存あるキャラクターのバージョンアップの方がちょっと面倒くさかったですね、うん、なんか面倒くさいっていうかこうやっぱ頭使う感じなんですか、難しい、まあ、今まで通りだとちょっともったいないかなみたいな感じ、はい、竜の真空波動 の、 あの角度変えるやつなんかは、はいはい、こうやって変えるんですよ、上に行ったりとかね、そう、あれものすごいギリギリでしたよ。裏話でもう何にもネタがなくて、なんかないかいって、最初例えばあの普通 の、 あの波動拳で、ね、普通の波動拳なんかビームにすっかとかで、でもそれだとゲーム性がおかしくなるからそれはないなとか、じゃあ真空波動拳いじれたらとかで、なんかこういう風にビームでやったらって、うんうん、あそれ面白いねって言って、うん、で最後の方になったらもう全然モーションとか作ってなかったのに、誰あの仮であのうちのモーションチームの人間が真上に打つやつとか真下に打つやつ作ったら、はい、この方が思いのほかかっこよくてあの竜はいつも他でスーパーストリートファイター4とかでいるけど、マーブルとかバーサシリーズだからこその技って、ね、あるじゃないですか。そうですね、はい、それがすごい、普通でやったら多分ユーザーの皆さんに怒られるけど、バーサスだとまあいいかっていうのはあるんでね、それが面白いからね、はい、ここで少しゲームシステムを紹介。
シリーズの特徴ともいえる攻撃がこのエリアルレイブ。相手を空中に吹き飛ばし追い打ちを連続で叩き込むことができるシステム。今作ではエリアルレイブが進化し、チーム全員でエリアルレイブをつなぐことができるチームエリアルコンボが登場。さすが。あー、フェニックスね。でも今3人目まで行きましたね。今のがね、新しく入ったチームエリアルコンボっ て3人でこうエリアルのあれをつないでいけるんですけど、攻撃性、要するにダメージ回収とかにも結構向いてますし、でキャラクターもさっき言ったその安全に交代できたりとかするので、戦略のまあ今回僕らとしては肝に使っててほしいなっていうシステムではあります。しかもあれなんですよね、例えば下に叩きつけでやった場合、下とS ボタンを押したら弾き飛ばせるんですよね。はい、そこからの派生とかもね、いろいろまああったりするので、これですね、チームエリアルカウンターって今すごい弾き飛ばしの読み勝つとまた弾き飛ばすってやつですよね。すごい、かっこいい。チームエリアルコンボを受けた際はチームエリアルカウンターを使ってコンボを阻止できるなど、より対戦で駆け引きが楽しめるようになっている。そう、あと今回シンプルモードっていうのが搭載されてるじゃないですか。 あれはどうなんですか、やっぱりちょっとこうまだ格闘ゲームとかが苦手な方向けみたいな感じなんですか。そうですね、やっぱりどうしてもですね、格ゲーって言ってしまうとそれを聞いた瞬間にちょっとこう、うん、ってなっちゃう人もいるので、うん、ただせっかくこういう魅力的なキャラクターねいっぱい詰めたんで、やっぱりぜひ触ってほしいっていうのの取っかかりとして必殺技とかね、ボタン1個出せたりとかして、要するにこのゲームの面白いところをもうすぐ分かってほしいっていう、最初に入り口のハードルをすごい低くして、でぜひやってほしいっていう意味でシンプル操作入れたんですね。ただそのシンプル操作があることによってゲーム自体のクオリティが下がったりとか、面白くなくなるっていうわけではなくて、最初のハードルは入り口は低いんだけども、奥に行けば行くほど駆け引きだったり立ち回りとか、そういった部分の奥深さは前と同じコアゲーマーにも耐えうるものを作っていますので、僕らとしては最初は入ってで、だんだん面白くなってきたらば、だんだんノーマルモードに押していってやってもらえればなと思います。そうですね、まあちょっと慣れはいるかもしれないですけど ね。でもそのこと言ったら、私も初めエリアル練習しましたもん、めちゃくちゃ。そうですね、最初はやっぱりみんな初心者なんで、その初心者のためにやりやすい環境っていうのを僕らの方ではこう提供、今回できたかと思うんで、ぜひやってほしいかなと思います。ぜひぜひ面白いところはね、いろいろやってほしいですよね。はい、それではですね、最後に、はい、バーサスのファンといいますか、このゲームを大好きなファンの皆様に、はい、もしよろしければ一言コメントお願いします。はい、発売してちょっと時間経ってますけども、皆さん、トレーニングモードにこもってる方もいらっしゃると思いますし、もうガンガン、ネットワークにつないで遊んでる方もいらっしゃいます。もう楽しみ方いろいろありますけども、ゲームとしてはこう、ね、キャラクターもたくさんいて長く遊べるゲームとして僕ら作ったつもりなので、末長く遊んでいただければと思います。これからもマグカップシリーズ、よろしくお願いします。どうも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。A new world order is at hand. This dimension is not big enough for the both of us. The day I fall to the likes of you is the day I turn in my shield. I cannot lose even one battle. A dream is dead. With great power comes a great beatdown.